音楽における集合とは、音楽の一要素をひとまとめにしたものである。音楽業界内で、集合というものが真剣に提唱されたのは、ヨーロッパでは、ダルムシュタット講習会から、アメリカでは、ミルトン・バビットの博士論文以降になる。実は、音の集合を世界で最も初めに開発したのは、ヨーゼフ・マチアス・ハワーであり、その概念は、トロープスにまとめられた。 十二音列は数十のパターンにまとめられることを世界で初めて発見し、その音列を液響を用いて自由に連結した彼の態度は戦後間もなく忘却されたが、現在では集合の回想としての評価が確立している。集合の方がは、まずピッチから始められた。第二次大戦終了後、ほどなくして、ボルフガングフォールトナー、ルネ・レボビッツが十二音技法の講座を持ったものの、 本格的なセリーの需要は、オリビエ・メシアンの音歌と強度のモードからになる。その全面セリーの運用から、軍作法をシュトックハウゼンがピアノ曲愛で提唱し、数学の厳密な集合論を適用するのがクセナキスのヘルマーである。1960年代には、リズム集合や音集合など集合に関する音楽理論が花開いた。 松下新一もピアノのためのスペクトラ第2番で軍論を用いている。この頃には集合はピッチだけにはとどまらず、リズムや形式にまで適用されることが多くなっていった。リズム集合はオリビエ・メシアンのクロノクロミー、ルイジノーノのカノン風変装曲で一部導入されている。3つの音名を十二数列に対応させたものがセットの規定構造である。詳しくは、 英語版を参照。C から順番に1、2、3と番号を振るため、BBDEGFGEFCCA は、0113487956120へ、置換される。12音列内の音程の関係性が極端に、シンメトリカルである音列の使用は、すでに、アントン・フォン・ウェーベルンの世代から検討されている。1970年代に入ると、前衛の終から、 音楽言語の難解さに疑問が付されたため、全体的には集合で音楽を考えられることはなくなった。しかし、ジェームズ・テニーは、メタ、ホードス、メタメタホードスで数学を援用した過去の音楽理論の読み替えを行っており、チャールズ・オリネンは、ピッチクラスセット理論から、さらに飛躍したマンデルブロ集合を含む、フラクタル幾何学の公式を音楽に援用するなど、 数学の処理論を音楽に適用させようとする音楽家は後を絶たない。ありがとうございます。